女子には誰にも言えない秘密があるんです。は、山本充実による日本のライトノベル。イラストは、河合マリアが担当している。講談社ラノベ文庫から刊行されている。第2回講談社ラノベチャレンジカップ、対象受賞作品。本作について、第2回講談社ラノベチャレンジカップの選考員を務めた杉井光は、最終選考に残った作品の中できちんと目指す。 方向に注力できていた作品であったとしつつも、ギャグのテンポが悪いのと、妹のケラが非常識を軽く飛び越してひたすら頭が悪いように見えてしまうのは惜しいといった課題を述べている。著者の山本曰く、シークレット姉妹ラブコメ。本作について、山本はバレないかドキドキしたり、秘密の共有にドキッとしたりするような内容の作品が好きであると述べており、本作の中にも、 そのような要素をいくつか散りばめているので、少しでも秘密ならではの面白さが、読者に伝わると嬉しいとの趣旨で本作の狙いを述べている。また裏話として、野生のクマが飛び出してきたり、登場するぬいぐるみが、松嘘修造という、消されそうなものだったとも語っている。ある日99部スケはクラスでも、人気の高い清流インタルトの秘密を知ってしまう。格闘技好き、胸は、 偽自治学校ではお嬢様を演じるタルトは普通の女の子に憧れ、普通の女の子になることを目指していた。一方のブスケは自分が平凡であることを嫌がり、脱平凡を目指していた。そこでタルトは、お互いの目標を達成するべく、パートナーとして協力し合うことを提案する。提案を了承した二人が手始めに行ったのがタルト、いわく完璧超人。 本物のお嬢様である姉の清流院シュクレの生活スタイルの調査だった。シュクレの調査を始めたブスケだったがすぐにシュクレのとんでもない秘密を知る。双子の姉妹が抱える秘密を前にブスケは予想外の事態に巻き込まれていく。講段社らの部分子より観光。ありがとうございます。